林八郎林八郎9月5日から1936年7月12日は日本の陸軍軍人行動派。最終階級は不評勝位2.26事件で首相官邸を襲撃。1914年9月参謀本部不倫第8風評隊員の次男として東京市に生まれる。本籍地は山形県鶴岡市。 1928年4月、東京府立第4中学校から、南関の東京陸国幼年学校を受験し、見事合格する。地方幼年学校は当初、東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本の6校が存在したが、大正末の宇垣き軍宿により、林が受験した頃には、東京1校のみとなっていた。教育総監部編集の手引きによると、 応募者は2437名に及んだという。この時、東京府立第六中学校から合格した小林智和と親友となっている。戦後に小林は林との思い出をその著書、同期の雪に記している。1931年4月には陸軍士官学校予科へ進み、幼年学校から46名。 中学校等から余下に合格した301名、計347名が入校している。この年明けには、満州事変が勃発し、3月事件、10月事件、血命団事件が起き、1932年3月、金沢に永住する、不評第7連隊長だった父、第8が、上海攻略の針を握る公安鎮税にて戦死した。 同年9月に陛下が発表され不評下に、1933年3月に認知が発表され、同期の伊藤常夫、池田敏彦と共に、不評第一連帯となっている。同年4月、林たちは、陸軍士官学校本家へ進んでいる。この間にも、総理大臣、犬飼武氏が暗殺された5.15事件、陸軍士官学校事件が起きている。 同期の雪の中で同期生、山口律の次のような階層がある。林の思想動向について、顕著な変化を感じたのは、陸士の本家に入ってからである。彼が2.26事件に参加する目があったと、感じるのであるが、私は、当時とてもそこまで彼が考え詰めているとは、思わなかったのである。1935年6月に、士官学校本家を卒業。 成績は91番330名と上位クラスだった。8月には陸軍省軍務局長永田鉄山少将が執務中に藍沢三郎不評中佐に残殺された相沢事件が起きている。9月、不評少尉に任官し不評第一連隊第一中隊に配属。12月には栗原康秀不評注意のいる。 機関銃台風に移動している。1933年の旧国埼玉青年、低身体事件に関与した、戦車、第二連退府の栗原が、1935年3月に、不評第一連隊に戻ってくることになった経緯については、2.26事件で、栗原と共に、首相官邸を襲撃した、池田敏彦不評少尉の証言がある。 小藤連隊長がかつて私に栗原中尉を不一に返したいきさつに話してくれたことがある。小藤連隊長は不一に来る前は陸軍省の部任課長をしていた。その時、札付きの栗原中尉を受け入れてくれる連隊がどこにもないことを知った。自分がその出身の不一の連隊長で行くことが内定していたので、それでは栗原中尉は自分が引き受けようと、 同じ出身の不一に返したのである。小藤連隊長はおそらく栗原さんの抑え役として林を機関渋滞へ持って行ったのだと思う。その林が栗原さんに共鳴してしまったのだ。松本政調著昭和史発掘7によれば栗原中尉が 平約300名に非常固集を行ったのは1936年2月26日午前3時30分頃、午前4時30分頃に兵営を出発、襲撃目標の首相官邸に向かった。栗原部隊の編成は、小銃第一小隊、小銃、第二小隊、小銃第三小隊、機関銃小隊。首相官邸への到着は、午前5時少し、前であった。 栗原の長書によると、襲撃状況は、先ず私が命自手首相官邸の通用門、より派渋滞の淡田五町の率ゆる約20名、裏門より派林少尉の率ゆる一小隊約60名、部隊の主力派私が四季市表門より、シャイリリましたが、表現間箱しめ厳重なためシャイリ、出ないので、林少尉の、シャイルツタウラ門の方に、 めぐるつて裏玄関に本館の窓を破壊してしゃいりましたというものだった。その後、林の長所によると、林発祝省官邸正法入口付近に、ある交番所の巡査を逮捕せしむべく兵5名を上等兵に付しやりました。ところが正門のところにいた、巡査が邸内に逃げげ込みみましたので、私の舞台派それの後を、ついつて正門入口より邸内に、 侵入して両日ました。そこで、池田正体の一部を、引率して正方入り口より丁内に突入、松室しました。それの事故番書に、こう、日ました上等兵の一体派、激しく抵抗しながら、羅正方入り口のそばまで逃げれた巡査を射殺、しましたと供述している。その後、玄関から逃れてきた。 村上部長と出会ったので、一緒に洗面所入り口に行った。松尾大佐は、日本艦に引き返し、村上部長が入り口を出手する間に首相を、日本艦の奥深く避難させておき、自分はすでに、村上部長に迫ってきた一将校に対しすでで、後ろから組みついたところ、背後から、まさかりのような鈍器で一撃を受けた。それでも屈せずに立ち向かうところ、 軍刀で左肩を切りつけられ、長さ32センチ余り、深さ20センチに達する切相その多数箇所に傷を受けて倒れた。かなり時間が経ってのことだが、高児町憲兵分隊の青柳俊敏軍曹が首相官邸に入ることができて、林少尉にあった。林と青柳は顔見知りである。林は自分の軍刀を青柳に見せて、この刀は切れたぞ。 と自慢した。青柳も除災なく刀を受け取って懐紙を取り出して吹き、箱ぼれもありません。どんな風に切ったか一つ見せていただきもんですねと言うと、見せてやろうと、林は青柳を連れて、日本館の方に歩きながらその朝の打ち入りの模様を話した。2月29日には面間処分を受け、午前5時10分に反乱部隊の討伐命令が発せられ投降する。 決起した47期の新品商尉は、林を除いていずれも、死一等を免じられている中、ただ一人死刑の断罪額だったのは、林の行動があまりに積極的だったからであろう。7月12日、東京陸軍軍法会議において反乱罪で、死刑判決を受けて、代々木連平場にて処刑。去年21。林は、死の間際まで、 失敗の原因は同期生のこの F 票第3、連帯府の大高生落風表彰位が、決起証拠の一人である、同連帯、中橋元明不評注意による、宮城選挙計画を頓挫させたためと思い込んでいたと、いう。湯浅博士、2.26事件を阻んだ男、産経新聞2015年9月8日、56面。ありがとうございます。